ペンネームソスさんタイトルソーベイさんこれは2020年頃の話になります当時私は恋人と同棲をしていたのですがコロナの関係で仕事が激減して家にいる時間が長かった時期の話です恋人は就活中で一日中家にいて私は毎日のようにつなぎのアルバイトをしてクタクタになるまで働いていました彼は留学経験もあり 他国語を話せるのもあってきっとすぐに仕事が見つかるだろうと楽観的に見守っていましたしかし3ヶ月が経っても半年経っても仕事は見つかりませんそれどころか彼が体調を突然崩し救急車で運ばれるという事態にまでなってしまいました検査をしても原因は不明成分反応も問題なし薬も効いているのか効いていないのかだんだんと不安が募る中ぽつりと見舞いに来ていた 彼の母が気になる一言をつぶやいたのです。実はね、この子、二番目の子でね、一番目の子は私の体の問題で流しちゃってるのよ。こんな不安な中、なぜ今それを話すんだろうと当然思いました。が、私の隣に座る彼の母の顔色は、 真っ青でした床を見つめる目も焦点が合っておらず正気かどうかも怪しかったのです私ができることといえばそうなんですかとその場を濁すことだけでしたその場でその話は終わると思っていました終わるはずだったんですふとあることを思い出しました彼がお酒を飲んでるとき笑いながら話すお決まりの お家柄の話が頭に浮かびました正直半信半疑で聞いていたのですがその時は妙に頭の中でその存在がちらついたのです彼が言っていた話は自分の祖先は狐だというものでした狐突きのことかと聞き返してみたところ完全なるお稲荷様だったそうですほう 彼の家系をたどっていくと神社の家系があるらしくその神社は稲荷の神稲荷神のものだったそうです稲荷神と婚姻を結んだ後彼の家系は富に恵まれたらしく曽祖父の代までは駅から自宅までが自分の家系の土地だったと言っていたのを覚えていますしかし栄えていたのは曾祖父の代までよく,よく聞いてみたところ彼の祖父や祖母 それか曾祖,祖母の姪そして老い全員不可解な死を遂げている方が多かった今でも有名な方でウィキペディアを調べてみると確かに暗殺された方の中で彼の家系の方がいらっしゃいましたそこから先にお子さんが流れてしまうことになったり早死にしてしまうことになったり豊かだった土地も陥落したなど ドタバタの際に墓も祀っていた社すらも分からなくなってしまったそうです。そんなことがあるのかとお墓と一族が祀っていた神社のお社だよそう問い詰めてみたところ彼から帰ってきたのはだって何も残ってないんだもん調べても出てこないし供養資料にも場所が分からないんじゃ意味がないというものでした。 当時は、えー、そんなものかと聞き流していましたが後日何気なく別の友人に話した時とんでもない言葉が飛んできましたそれってさ何か神様と契約してたんじゃない今っぽく言うなら生贄的なそれが捧げられなくなったから幸運を取り下げられたとかないだから今罪を償えって彼の代まで大変な思いをさせられてんじゃないの ひやりとしましまたそれは確かに私も少しだけ思い当たる節があったのです。これは後出しになってしまうのですが、私の家系も神社の血筋が入っており、いわゆる霊感というものや、神様とは何たるやといった知識が多少なりともあったんです。なので彼の話を聞くたび、一緒に生活しているたび、気になるものがいくつもありました。その後彼は無事に退院し やや病弱ながら薬を飲みながらも一部を除いて普通の人と変われない様子で過ごしていましたある日どうも寝苦しい日があり深夜に目が覚めてしまいました私と彼の寝室は玄関を挟んで向かい合う形で別なのですが水を飲もうと部屋から出た時彼の顔を覗き込む何かが見えたんです黒い伸ばしっぱなしにしている 癖のある長い髪を垂れ流し、彼の顔を静かにのざき込んでいる姿、それはぼそぼそと何かをつぶやいていました。前屈に近い形だったのをよく覚えています。その時の私は、あこれはまずいやつだと本能で悟ったので、何事もなかったかのように部屋にとんぼ返りをしました。飼っていた猫ですら、暗闇でじーっと目を開いて固まっていたのを見て。 と冷や汗が出たのを覚えています私と彼はその1年後に別れておののの実家に帰ることになりました。ある時暗闇で体を固くしていた猫は私が引き取りました。別れた理由は怖くなったからです。あの日から彼がしゃべるたび何かが副音声のように彼の声に音を乗せべったりと深夜には必ず彼の寝床で枕元に立つ存在がいる。そんな生活を毎日毎日していたら 頭がおかしくなります一度だけ彼に怖いのがいるんだけどと告げたことがあります。しかし彼は鼻で笑ってそれは俺の祖先の総兵衛さんじゃないのと言ってのけてました。もしあれが総兵衛さんだとしたらあなたはきっとろくな死に方をしないでしょう。私はあなたと結婚がしたかったけれどきっと あなたの血を継いだ子供ができたらそれについてくるんでしょう。毎日毎日見るあの影がどんどん私の方へ顔を向けてくる恐怖に耐えきれませんでした。あの影は寝ているあなたに向かって何を言っていたのか死ねとつぶやいていたということは言わずにしまっておきます。SH 様どうかお元気で私の話は以上です。